今回紹介するのは「バーミキュラでパンを焼く」という本です鍋焼きパンどんなものかと購入してみましたかっこいいハード系からかわいいふわふわ系まで網羅されてるしレシピもたくさん載ってるのでとってもお得な感じですまだ実際には焼いてみてはいないけどどれも美味しそうなので早速週末に焼いてみます お鍋でパンを焼いたことはないのですが失敗知らずと書いてあったので私でも作れるかなと思い購入してみました先ほど届いたばかりですが甘くてふわふわしたパンからハード系のパンお惣菜系のパンまで乗っていて食事用にもおやつ用にも作れそう見ているだけで楽しくなってきましたバーミキュラがお料理以外にも活躍しそうです以上 興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。